はい、こんにちは。今回は数学1の、三角比の解説18回目ということで、三角形の面積のページを解説していきます。今回は、三角形の面積を求めるわけですけども、面積公式を新しく1つ導入します。それはですね、三角形の面積を S とすると、それは2分の1かける2辺の積かけるサインの間の角になります。だからまあ、2辺 A と B とその間の角、この3つを使うことによって三角形の面積を求めることができます。で、これは何でかっていうと、三角形の面積っていうのはそもそも底辺かける高さだよね。だからまあ、これを A を底辺とした場合、2分の 1A かける、まあ、高さということになりますが、この高さというのは、この図で言えばここになります。で、この高さっていうのは、まあ、この三角形のね、比を使うと、まあ、ここが例えばシータだとすると、高さっていうのは、まあ、ここ半径あるとするとね、R と H の比率がサインシータなので、高さは半径かけるサインシータとなります。ということで、ここをね、軸中心として、この B を半径として考えると、この高さは B かけるサイン C というふうに表すことができます。まあ、この図だとね、C はまあどちらかというと、この外角の方になってるんですが、サインシータっていうのは、外角の時のサインと全く同じ値になるので、別にこちらの角でサインと呼んでも、こちらの角でサインと呼んでも、まあ、どちらにしてもね、同じ高さが出てくるので、まあ、内角、外角に関係なく、まあ、必ず、ここを表すことになります。ということで、これ2分の1かける底辺かける、ここの部分が高さを表していて、まあ、この式をちょこっとね、三角形を使って書き直した形になっているというものです。まあ、いずれにしても三角形の面積を求めるには、2辺とその間の角が分かっていれば、この公式で求められますということです。では、235番の基本問題を見てみましょう。次のような三角形 ABC の面積 S を求めようということで、角 A とその角 A を挟んでいる2辺の長さが出ています。2辺と間の角度が分かっているので、これは公式にそのまま当てはめておしまいの問題です。ということで、2分の1かける2辺サイン間の角度で面積を出しましょう。そうすると、2分の1かける4かける5かけるサイン30度は2分の1なので、面積は5となります。括弧に C が135度で、それを挟む2辺の長さが2と6です。で、これは鈍角になってますけども、ね、こんな風になってますが、まあ、同じ風にですね、面積公式で求めることができます。2分の1かける、今度は AB かけるサイン間の角度。2分の1かける2かける6かけるサイン135度はサイン45度と同じで2分のルート2。ね、サイン45度をかけることによってですね、要するにここの高さ出してますね。この高さ出してます。これがここの高さになります。はい。底辺かける高さ割る2をやるわけだ。これを計算して面積は3ルート2となります。続いて236番に行きます。三角形 ABC において、A6、B10、面積が15ルート3のときに、角 C を求めなさい。ということなんで、A と B と間の角 C と面積の関係ですから、同じ公式で攻めることができます。面積は2分の1かける AB かける sinC を使いましょう。これに分かっているものを代入して、15ルート3イコール2分の1かける6かける10かける sin の C です。右辺整理して、60割2だから30 sinC イコール15ルート2。sinC についての一次方程式です。
両辺を30で割って2分のルート3イコールサイン C となります。ということなので、考えられる答えは2つ。C は0から180度の間なので、考えられる答えは60度と第二象限における60度方向、120度になります。与えられている条件が2辺と面積ということなので、残念ながらですね、60度か120度かを特定することはちょっと難しいかと思われます。つまり、辺の長さが10がこうあって、A が6なんですけども、A がここから6があるとするんだけども、60度方向に6だった場合と、120度方向で6だった場合、どちらにしてもですね、高さは同じになるため、面積条件を満たすことになります。なので、60度なのか120度なのかっていうのはちょっと、特定することはこの条件からはできないので、2つの答えを両方とも出しておきます。それでは237番に行きます。三角形 ABC において3辺の長さが分かっていて、その時に面積を求めたいと。3辺の長さが分かっているっていうのは、これは合同条件の1つ、サイドなので、面積は1つに定まるはずです。しかし、今回我々が習っている公式っていうのは、2辺と間の角度が分かっていればというふうになってるんだね。2辺と間の角度が分かっていればいいんですけど、今回分かっているのは、辺と辺と辺なんですね。そこで、まずは角度を一つ求める必要が出てきます。この角を求めるにあたって使えるのは、3つの辺と1つの角の関係、すなわち、余弦定理の式からまず1つの角度を出します。それを使って面積を求めるという手順を踏んでいきましょう。じゃあ、各 A、各 B、各 C のね、どれを求めたらいいかっていうと、正直どれでもいいんですけど、一番大きい角をね、求めることにしましょう。一番大きい角を求めることにしたいと思います。ということで、一番大きい角は、辺 C が一番長いので、各 C、この各 C をまず求めていきます。余弦定理を使っていきましょう。余弦定理を使って3辺から1つの角を求めます。C の2乗イコール A2 乗足す B2 乗引く 2AB コサイン C に当てはめます。C の2乗は36、A の2乗は3の2乗で9、B の2乗は25、マイナス235だから30のコサイン C です。9たす25を引く30ってやらないように気をつけよう。これが一つの項ですから、9と25だけが同類項になります。これがまずね、34になりまして、34と36をまとめて、2イコールマイナス30コサイン C です。よって、コサイン C の値はマイナス15分の1となります。コサイン C がマイナス15分の1っていうのは、角の大きさが、そういう表現で分かったということなんでね。図にすると、コサインがマイナスなので第二象限ですけども、半径が15の時の x 座標がマイナス1。こういう方向ってことなんですね。これが角 C の大きさを表しています。それでは三角形の面積を求めてみましょう。三角形の面積は、2分の1かける2辺かけるサインの間の角となります。各 C が具体的に何度ですかって言われたらちょっとこれは出せないですが、コサイン C が分かれば、サイン C は三角関数の相互関係から求めることができます。数式で攻めるなら、サインの2乗足すコサインの2乗が1という式からサインを出しますけど、図でね、行くならば、ここで、三平方の定理を使って、y の長さはですね、15の2乗を引くマイナス1の2乗のルートになります。ということなんですが、これは15のね、15引く1と15足す1に因数分解ができます。ということで、
16かける何とかだから4ルート14になりますね。4ルート14。はい。ということで、サインの値は、まあ、A はこれ、B はこれですけど、サインの値は15分の y。15分のここだから4ルート14となります。ここは4ルート14ね。はい。あとはこれを約分して、面積は2ルート14となります。という感じでですね、まあ3辺分かってたら、余弦定理で、一つの角を、まあコサインという形で表されることになりますけど、まあコサインを出して、それをサインに直して、で、面積公式に当てはめるっていう、まあ、流れを組みます。なお、3辺が分かっているときは、三角形の面積を求める公式っていうのが一応存在しまして、まあ、それはヘロンの公式と呼ばれるものです。ヘロンの公式というのは、三角形の3辺の長さから面積を特定する公式になります。公式は、S イコールルート小文字 S、S-A、S-B、S-C。ここで小文字の S は何を表しているかというと、セミペレミター、三角形の周りの長さの半分を表しています。この式に当てはめてみて、合ってるかどうかの点検をしてみたいと思います。まず、セミペレメーターは3たす5たす6割る2なので7になります。それをここの式に当てはめると、 7×7-3 ×7-5 ×7-6 です。すると、ルート7、4、2、1となりまして、ルート4を外に出すと2ルート14となり、同じ答えにたどり着けます。いや、ヘロンの公式さえ覚えてしまえば、まあ、3辺の問題ってこっちの方が計算楽じゃないってね、まあ、感じるかもしれないけども、まあ、それは3つの辺の長さが整数だった場合であり、3つの辺の長さが文字式になってたり、なんか無理数絡んでたりとか、もうちょっとそういう単純な足し引き算ができなくなってくると、このルートの中の処理が非常にきつくなるので、まあ、ヘロンの公式よりは、まあ、こちらをベースに押さえておいて、まあ、ヘロンが使えそうな、まあ、3つの辺が整数みたいな問題では、ヘロンを積極的に使っていくと、まあ、いう使い分けをするといいかなと思います。はい。ということで、今回の解説はここまでです。